ナイスネーチャー、ナイスネーチャー、1988年4月16日台、は、日本の競争馬、シュボバ。1990年から1996年まで、中央競馬で41 0 7勝の成績を残し、うち10勝を4勝。GI 戦線で長らく活躍し、3着が多い、ブロンズコレクターとして人気を博した。 1991年から1993年の有馬記念では3年連続3着という記録を残した。主戦騎手は松永正宏。馬名は英語で素晴らしい素質、ナイスネーチャーの意。年齢は東馬の現役時代に合わせ急表記、数え年に適彩。1988年、北海道浦河町の渡辺牧場に生まれる。父はカナダで、 10勝6勝を挙げたナイスダンサー、母浦川美幸は中央競馬でチューリップ賞、当時オープン特別競争を含む3勝を挙げ、本場の場所ともなる豊島正雄が渡辺牧場に予託していた。馬主の渡辺和馬によれば洋駒の頃は、これといった特徴のない平均的な馬で、 育成牧場でも目立つことはなかったが、渡辺は漠然と同じナイスダンサー3区のナイスナイスナイス、キサラ賞、京都記念の勝利場程度には走るのではないかと感じていたという。管理調教師となる松永義春は、早くからいい馬だという印象を抱き、成長具合を見るたびに、いい方向に変わってきたと感じていたという。 競争年齢の3歳に達した1990年、夏、滋賀県立東トレーニングセンターの松永旧社に入る。姉が初戦で筋を痛めてそのまま引退していたことから、ナイスネイチャーは慎重に状況を積まれ、デビューは12月と比較的、遅い時期となった。1990年12月1日、京都開催の新馬戦でデビュー。初戦は、後方から。 最後の直線で震度が塞がる不利を受けながら、金山の2着に追い込んだ。2週間後の2戦目で一番人気に応え初勝利。年明けから春のクラシック出走を目指したが、副受走特別でシスタート賞の6着、若駒ステークスで東海帝王の3着と勝ち上がれ、骨膜炎も発症して、休養に入り、クラシックのサツキ賞や東京優秀、日本ダービーには出走できなかった。 7月に中京開催で復帰。初戦を2着とした後、小倉に転戦して、条件戦を2連勝した。8月末に小倉記念で重賞に初出走。小馬、5歳以上馬の重賞勝利馬を抑えて一番人気に支持されると、当時としては優秀な上がり3ハロン34秒6を掲示し、ヌエボ投票に2馬審査をつけて、重賞初勝利を挙げた。 春のクラシック2巻を制した東海帝王が故障で、戦線を離脱した後、ナイスネイチャーはクラシック3巻最終戦の菊花賞に、向けた最大の夏の上がり馬となった。1ヶ月半後には、菊花賞トライアルの京都新聞杯に出走。前年の関西3歳王者、伊吹舞まいに次ぐ2番人気の指示を受けた。レースでは、中段待機から直線で進路をなくすふりを受けつつも、 体制を立て直してからは、前で競り合うキマイグ倉と、社交グレードを一気にかわし、両馬に3、4馬審査をつけて勝利した。11月3日に迎えた、菊花賞では、前走で破ったマイカグ倉に次ぐ2番人気に、支持されたが、周回2周目の第3コーナーから追走に苦労し始め、直線でも伸びきれずレオダーマンの4着に終わった。 夏から使い詰めであったものの競争後に疲労は見られず、12月には、ナルオ記念に出走し、重賞3勝目を挙げる。年末には、グランプリ競争の有馬記念に臨んだ。当日は2番人気に押され、松永は1番人気のメジロマックイーンに目標を定め、同馬をマークしながら、レースを運んだ。しかし、最後の直線では突き放されると、 後方からメジロマックイーンをも差し切った14番人気の福平大優作の三着に終わった。これが有馬記念で最初の三着となった。年明けから治病の骨膜炎が悪化し、小馬となった1992年春は全休を余儀なくされる。10月に天皇賞、秋の前哨戦、毎日王冠から復帰し、三着。本番の天皇賞、 秋では東海帝王に次ぐ2番人気に押されたが、レッツゴーターキンの4着。以後もマイルチャンピオンシップ3着、有馬記念で2年連続の3着、年明けの日経新春杯2着、阪神大正天3着、大阪杯2着と勝ちきれない成績が続き、大阪杯の後には骨折のため休養に入った。秋に毎日王冠から復帰したが、前年に引き続き3着。天皇賞。 秋は、ライスシャワーに次ぐ2番人気に支持されたが、最後の直線で追い出されると急激に失速し、15着とデビュー以来初めての大敗を喫した。続く、国際招待競争ジャパンカップも7着と敗れた。3年連続出走となった、有馬記念では当日10番人気の評価であったが、レースでは中断で東海帝王と並んで、レースを進めると、 最後の直線では激しい競り合いを演じた東海道、とびは早秀の三馬新犯広報で追い込んできた町金丹ホイザを頭差を抑え、三年連続の三着となった。グランプリにおけるこの記録は、海挙、異形などとも言われ、有馬記念三年連続三着は、ナイスネーチャーの代名詞ともなっていった。競馬評論家の伊崎修五郎は、この出来事について、次のように述べている。 7歳となった1994年初戦のアメリカジョッキークラブカップでは7着と敗れ、続く大阪杯では2着と、構想したが、GI 競争の天皇賞、春と宝塚記念ではいずれも4着と、掲示板5着以内確保に止まった。7月10日、GII 競争の高松グーバイに出走。前年の日本ダービー優勝はウイニングチケットや、 宝塚記念2着のアイルトンシンボリーラが揃う中、初めて面子、覆面を外して出走した内水茶は、中団待機から交渉面で5番手まで位置を上げると、最後の直線で競り合うスターバレリーナ、マーベラスクラウン、アイルトンシンボリーをかわして1着となり、4歳児のナルオ記念以来、2年7ヶ月ぶりの勝利を挙げた。当日の中京競馬場には、競馬ブームを起こした。 ハイセイコーが出走した1974年以来となる65,159人の観客が集まっており、ナイスネイチャーに対しては GI 競争に匹敵する声援が送られた。松永正宏はネイチャーや関係者、そして負けても負けても応援してくださったファンの皆さんのことを思うととにかくほっとしました。松永義春はもう勝てないのではと思うこともありました。ここまでチャンスは いくらでもあったのですが、取りこぼしもありましたからね。勝って、ほっとしたというのが本音です。ここまで声援を送ってくださったファンの皆様に、心からお礼を言いたいですと語った。休養後の秋は、初戦から掲示板を外す成績が続き、4年連続出走の有馬記念では、第3から4コーナーで位置を押し上げたものの直線で、伸びきれず、5着に終わった。 翌1995年1月に、馬主の豊津田正男が死去、ナイスネーチャーの売却話も持ち上がったが、当年初戦の京都記念で2着と検討し、豊津田の息子、泰造に所有が引き継がれることとなった。京都記念の後は、大阪杯に向けて調整されていたが、左前足を骨折し、休養に入る。秋に復帰したが低迷が続き、 有馬記念では9着に終わった。翌1996年初戦の中京記念4着が掲示板以内に入った最後の競争となり、以後は4戦して6着が最高成績となった。年末には有馬記念出走が予定され、実現すれば史上初の6年連続出走となるはずであったが、右前足の不安により回避を余儀なくされ、そのまま引退となった。 GI 競争出走16回、重賞34回連続出走は、いずれも当時の史上最多記録であった。引退後、ナイスネイチャーは、種ボバとして1997年により、北海道日高スタリオンステーションにて、繋ぎをされた。3区の伊藤、セイントネイチャーは、中央競馬で3勝を挙げた。また、1999年には、日本中央競馬会が、 拡大に連勝複式、ワイド馬券の販売を開始した、際のキャンペーンキャラクターに起用された。また、競馬界が2000年に実施したファン投票による、名馬選定企画、20世紀の名馬大投票では1193票を、集め第71位に選出された。GI 級競争未勝利場の100位以内選出は、他にステイゴールド、34位、企画実施後に、GI 勝利と、 ツインター後、91位のみであった。2001年に種ボバ登録を抹消され、インゴは、故郷の渡辺牧場で母浦川美幸らと共に、特定非営利活動法人委退会協会、任意団体、イグレット慶主が、フォスターペアレントの会を、移行による、フォスターホースとして、寄席を送っている。コバになってから、ジリアシとの評価が定着したが、 四歳児の小倉記念や京都新聞杯での末足は、豪客、カミソリとも形容され、当時は鋭い瞬発力を見せていた。松永正宏によれば菊花賞からトロトロしたレースをし始め、さらに有馬記念を経て小馬になってからはかかるようにもなり、後方からレースを進めざるを得なくなったといい、そういう競馬をさせてしまったのかなぁと振り返っている。ライターの谷川義久は、 ナイスネーチャーが挙げた7勝のレース内容や、同世代では東海帝王に次ぐ6億円超の獲得金額、本来適正範囲以外の距離である、有馬記念での3年連続3着といった記録は、間違いなく強い馬のものであったが、度重なる故障から成長を阻害されたり、充実期に出走の機会を逃したことが勝ちきれない成績につながったのではないか述べている。 競争馬としての人気は高く、旧車には、ナイスネーチャーを訪ねてやってくるファンや、激励のファンレター、千馬鶴などが、次々と送られ、ナイスネーチャーの馬房の前扉には十二束の千馬鶴がられていた。手紙は、ナイスネーチャーの一生懸命な姿に励まされるといった、内容が多かったという。松永義春旧社の調教助手であった、稲垣茂は、彼以上のスターホースもいるが、 トレセンを訪ねてくるファンの数とその思い入れの深さでは、立党で1、2を争うアイドルホースだったとしている。松永正宏によれば、ナイスネーチャーを管理するまでの松永義春は、付きにくい人物であったが、ナイスネーチャーの存在によって、ファンあっての競馬であることを認識させられてから変わり、スタッフが驚くほどファンを大事にするようになったいう。競馬界の広報誌。 優ンが2004年に企画した個性派ホースベスト10という企画では1980から2000年代の名バイプレイヤー部門における指揮者による投票で1位に選ばれた読者投げではステイゴールドに次ぐ2位。ライターの山川拓也はこの企画の中でいつの時代にも存在するもどかしい馬の代名詞。一言ナイスネーチャーみたいな馬で説明可能。これはすごい。 競馬に限らず、人間でも、ナイスネーチャーみたいなやつといえば、愛すべき男が像を結ぶ。これは本当に、すごいと称えている。また砂なたかおは、4歳児普通に夢見た頂点には、最後まで縁がなかったが、前線マンとして得た祝福はタイトルをも上回る、ものだったと評した。実著に、ナイスネーチャーを多く登場させた、競馬漫画家の吉田美穂は、 四から五歳児のブロコレブリは本当にすごい格好笑い。ナイスネーチャーというとみんな笑うもんなぁ。競馬に新しい文化を作ったと言っても過言じゃないよね。彼がレースに出てるだけで幸せになれる愉快な馬でした。あんな愛され方をした馬って他にいないんじゃないかなと述べている。また安倍玉木は三連服の時代に走っていたらおそらくさらに人気を博していたはずで、その点では 時代を先取りしていた名馬と言えるかもしれない。ともかく、印象的な価値倉を上げる馬はいつの時代にもいるが、印象的な入着で、競馬橋に名を留めるような馬は、そうは現れないだろうと述べている。ナイスネイチャーと競争馬時代の担当休務員であった、馬場秀樹の結びつきは、非常に強いものであった。若馬の頃のナイスネイチャーは、我が強く、スタッフが手を焼く存在であったが、 ババは全く怒ることなく、接し続け、やがてナイスネーチャは、ババに対しては、引き綱なしで後ろをついて、歩くほど、おとなしい馬となった。一方では、競馬の時に、ババがついていなければ初馬機に近づこうとせず、調教でも中立したまま動かなくなってしまうことが、しばしばあった。稲垣茂は、それほどまでの信頼感が、馬と人の間にあるケースは実に、 珍しいとこれを表している。また、レースの1週間前程度からは1回分で1万5千円も、する、マムシの粉末を餌に混ぜ、ナイスネーチャーのために食べさせていた。それを1日3回繰り返すのだが、費用はすべてババの自腹であったという。ナイスネーチャー引退の原因となった足の怪我を、発見した際には、ごく小さいひび割れで、ラストランの予定となっていた。 有馬記念を走っても問題ないほどのものだったが、馬場は馬の将来を思い、万が一があってはいけないと涙ながらに松永義春を説得したとされる。連続出走記録のかかった競争前であり、その記録を誇りとし誰よりも楽しみにしていた松は、ナイス姉ちゃんのことを誰よりも知っているお前が、そういうのだったら仕方がないなと言い、馬場のことを認めたという。また馬場は、 ナイスネーチャーのファンとの交流も欠かさず、送られてきた膨大な千羽鶴をナイスネーチャーの馬房の扉に飾り、競馬の後には、メンコやゼッケンを気軽にファンに配布した。稲垣によれば、ナイスネーチャーに会いに、立党を訪れるファンのうち、相当数が、馬場のファンでもあったという。馬場は1998年に交通事故に会い41歳で、死去したが、これは、 ナイスネーチャーを通じて知り合ったファンの結婚式に出席したキロでの出来事であった。母の浦川美幸は2017年6月2日に36歳で死亡したが、これは正確に記録が残る限りにおけるサラブレッド頻馬の日本最長寿記録であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。